あれだけうるさく言ってたからみたいな。少女ぶってますけど二十歳です。山口恵美奈です。1985年10月19日生まれで天秤座です。血液型は A 型です。欲しいものはバイク、アメリカン。好きな場所は、そうですね、一人って本とか読める。涼しげなところ。好きな映画は暗い日曜日っていう映画と処刑人っていう映画です。どういうところ好きなものってあんまり理由が言えません。好きなスポーツ、自分でするわけじゃないですけど、かっこいいと思うのはバスケです。バレーとかテニス。嫌いなスポーツ、走る系です。テレビは全く見ません。音楽はムックっていうバンドが好きです。好きな動物は猫です。ふわふわしてるとか。はい、テブです。手袋猫なんで。ゴシックなのが好きです。赤と黒です。嫌いな色、自分が身につけて似合わないと思うのは薄い黄色です。大型です。合わない特にはないですけど、大型が一番合います。好きな季節は冬。季節の変わり目そうですね、春とか秋とかも好きだし、夏はそんなに好きじゃないけど。好きな食べ物は酢の物とかお酢使ってる料理です。嫌いな食べ物はキノコとか、あ、魚の鱗とかです。白い飲み物が好きですね。なんかカルピスとか。好きな男のタイプはぼーっとしてて眠そうな人です。結婚願望はありますよ。するなら19の時にしときたかったです。でももう遅いんで。はい、若いお母さんの方が子供が自慢できるかなと。子供を、自分の子供は多分好きです。欲しいですね。違う、ほら。あ、本当だ。はい。もう。はい。あ、じゃあ。すごい。じゃあ他のカードでやりましょう。他のカードでやりましょう。他のカードで？他のカードで。あ、間違えちゃった。
やった間違えちゃったよ。なんか妙に嬉しいですね。計算にもなるよ。いや、なんか物とかそこら辺に置いといた方が取りやすいし。いや。私もこのインスタントカメラ欲しいな。ほら。ほら。インスタントカメラ送られる。簡単なやつあるじゃん、簡単なこれあります、はい、チェキとかチェキとかそうだ、チェキとか私は昔持ってたんだ。友達に借りパクされちゃって借りパクされちゃってデジタルの方がいいんだ。私、そういうデジタル機扱えないんですよ。あれだもんね、古いんですよとか、そうね、紙で古い人間なんで。パソコンとかないの？パソコン持ってるんですけど、扱ってたらすぐ壊すんで、特に変な扱いはしてないんですけど、うちのお母さんもそばつゆとかこぼしてパソコン壊すし。